A 級戦と同様に難関勢が多く勝ち上がりましたが、やはりここも二手に分かれて鈴木と期待にそれぞれラインができています。2025メートル6周回競争、前から2対3対2の3分戦となりました。第12レースの S 級決勝です。渡辺和成が正攻法、3番手5番の鈴木博士、さあそして6番手4番の北井勇気が青番周回から上がっていく。期待には島津、4番6番神奈川コンビが上昇して5番の鈴木博士の横を越えて7番の渡辺に接近していきます。さあ誘導員が降りました。あ、渡辺和成ここは突っ張るのか、いや強引に抑え込んでいった4番の北井勇気です。6番の島津2番手浮上、そして続く5番の鈴木博士、7番の渡辺和成は後方6番手に抜け出しました。赤番周回に入って前は4番の期待に変わっています。難関勢や千葉静岡ラインは中段をキープ、そして7番の渡辺和成6番手で一本棒打賞が入りました。さあペースを上げていく4番の北井勇気、3番手踏み出す5番の鈴木博士だ。さあ鈴木迫っていきますが、ここは期待が先行していく。残りは1周です。北井勇気の先行策、マークは6番島津拓也。さあ後方6番手からまくってくるのは7番の渡辺、2コーナーから最終バック、渡辺まくっていって3番手2番手ポジション上がっていきますが、ここでストップか。先頭4番北井勇気、番手から島津、番手から島津、これは島津だ、島津拓也。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。素直に今の気持ち聞かせてください。本当に嬉しいです、その一言ですね。今までね、こう南関東引っ張ってきて先行まくりでね、そういう中でこう自在性もついてきたところで、また頼もしい後輩も育ってきましたね。いやもう本当に後輩が今いろいろ出てきてくれて、まあ、その後ろ回れるような立場にもなってきてるんで、まあ、チャンスを生かせて今回もっと良かったと思います。レースを振り返っていただきます、はい。まあ、期待選手ね、皆さんこう先行するような感じじゃないかなと思ってたんですけれども、係的にはペースとかどうでした？そうですね、出っ切ってから本当冷静にペースで期待の持つようなかけ方をしてくれたんで、まあ、本当頼もしかったですね。もうあとは抜くだけという感じでした？そうですね、本当は残してあげたい気持ちもあるんですけど、まあ、どれぐらいのスピードで後ろが来てるかとかまだちょっとちゃんと見えてなくて、もう完全に優勝取りに行きましたね。鈴木選手が3番手に入ってたのは分かりましたか？そうですね、それは分かってて、まあ、どっから出てくるかっていうのはちょっと気にはなってました。その中でも番手を走ってこううまく冷静にというか走れていましたね。まあ、期待のかかりが良かったんで、ずっとこう踏み上がってくれてたんで、その分ちょっと冷静にはなれましたね。その中で優勝です。次は開催どこになります？別府中5日と伺ってますが。そうです、別府です。5日の間こうちょっと体も休めながら、また練習もしながら優勝を目指したいですよね。そうですね、まあ、しっかり練習していつも通り臨みたいなと思います。それでは最後になります。今日はあの全国のファンの皆様応援していただいていると思います。メッセージをお願いします。はい、LINE のおかげで優勝することができました。これからもまあ、ラインでもちろんみんなで上位を狙って、自分自身も優勝をまた狙って、これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。